7月31日の雲の塾通信をお送りしています。今日はロシアのガスの3日目です。ヨーロッパはロシアがこの冬ガスを遮断するための準備をしている。 EU 全体の計画がうまく切り抜けるために必要だということで、3日目ですね。代替エネルギーとしては液化天然ガス LNG の輸入が急増している。欧州の価格高騰がタンカーをアジアから呼び寄せた。銀行のモルガン・スタンレーは第一四半期に約41億立方メートルの LNG がヨーロッパに入り、前年同期比 70% 増になったと見ている。2021年の 20% 以下から最近では世界の輸出 LNG の30% 近くがヨーロッパに流れている。この状態が続くかどうかは未知数である。ヨーロッパはすでにアジアから振り向けることのできる世界の LNG を大量に吸い上げており、ロシアが完全に断絶した場合、特に中国経済がコロナロックダウンから回復した場合、それをカバーできるほどの量が残っていない。ヨーロッパはカバーできるほどの量が残っていない。一方、ドイツには再ガス化設備がないため、LNG が直接届くことはない。ドイツは浮体式再ガス化船を取得し、ハベック政権はその承認を急ピッチで進めている。しかし、その稼働は2023年初頭の見込みだと、業界紙エナジーインテリジェンスグループのハイメ・コンチャは言う。皮肉なことに、侵攻後3ヶ月の間にロシアのパイプラインガスに代わってヨーロッパに入る NG の約 15% がロシアからのものだったとストッパード氏は指摘する。昨日言いましたように、パイプラインに代わって LNG を輸入することに決めたんだ、結局なんとその総量の 15% はロシアからだったって、そういうことですね。ストッパード氏はロシアは最近ヨーロッパへのパイプラインガスと冷凍ガスの販売で1日4億ドル近くを得ていると推定している。まあだから戦争負けないですよね。1日4億ドルですからね。 EU の中期計画は風力、太陽光、グリーン水素をエネルギー源として拡大し、ロシアのガス輸入を代替できる以上にすることである。しかしこれでは切迫したガスの供給停止を解決することはできない。すぐにはできませんからね。そして環境保護団体にとっては残念なことだが、不潔な石炭が今手元にある。オランダ、ドイツを含む加盟国は EU の官僚の承認を得て、より多くの電力を生産するために石炭工場に環境免除を発行している。まあ石炭燃やしていいよと。次に需要サイドの反応だ。ガス価格の高騰はすでに一部の需要を減らす方向に作用している。エネルギーデータのレビアトンのレズリー・パルチ・グズマンは、欧州の産業用ガス消費量は過去3ヶ月で1ヶ月あたり約8億立方メートル減少したと推定している。安価なガスに依存し、国内総使用量の 37% を占めるドイツの産業界は大きな打撃を受けるだろうと彼女は考えている。最後にエネルギーの配給である。ドイツはこの恐ろしい見通しについて公然と語っているが、ほとんどの国はこれを避けている。現在欧州委員会は危機管理枠組みを準備している。短期間の緊急事態には隣国を助ける計画がすでにあるが、地域全体に及び数ヶ月続くような緊急事態には対応できない。ある提案では委員会は全加盟国のガス需要削減を調整することになっている。病院や助産院を守るだけでなく、国によって優先順位が違う。ある国は隣国が緊急でないと判断した場合には、その国のガスを送ることを拒否するかもしれない。ある関係者は、調和の取れた制度がなければ数ヶ月のうちに単一市場は完全に停止してしまうだろうという。まあ実際にあれですよね、
結局その今言ったロシアのガスの代替としてイカ天然ガスは昨年の 20% 以下から世界の輸出の 30% 近くもヨーロッパに流れ増えたんですね。ということは第一四半期で前年同期比で 70% も増えたんですね。でこれがどう続くかどうかってまだ分からない。実際にはそのロシアが完全にその液化ガスをやめたり、だから中国が経済回復してくるとこれね液化ガスが今まで通り動くかどうかってちょっと疑問があると。それでドイツの液化ガスをですねガスにする設備がないんで、それも急いでも来年初頭だっていうんですね。実際にはその傑作なんですけど、液化ガスの輸入がなんとまだLNG 全体の 15% はロシアから輸入してるっていうことなんですよね。でロシアは1日4億ドルもそれによってあのパイプラインガスとレートガスを合わせて収益を得てるわけですね。で結局実際にエネルギー源としてあのサステナブルエナジーということで風力、太陽光、グリーン水素ってもすぐには停止できませんからね。当面はあの石炭を燃やすような形でやるしかないということになってしまうんですね。あともう一方ではその需要サイドですけれども、あのやっぱりその高騰、価格が高騰してるんで産業用化消費量はまあ減ってることは減ってるわけですね。でドイツは 37% も天然ガスを使ってるんで、まあ打撃大きいということが想像できる。でそれはやっぱりヨーロッパ全体であのバランスを取ってやろうということなんですけども、果たして国によって国がそういうことに従うかどうかっていうのはあのかなり疑問だということですね。もしそれが調和が取れないとなると、あの単一マーケット市場自身が崩壊してしまうんじゃないかというふうに心配する人もいるということですね。